チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今回はね、大人気シリーズ、キュウリのレシピですね。やみつきキュウリ、一本漬け。今ね、キュウリがだいぶ安くなってきて、で、このね、スーパーでね、3本で98円。ね、安いです。もう簡単で、一番うまい。やってみてください。で、今回はね、かなり美味しくやります。でもね、超簡単。はい、まずこのキュウリなんだけど、まずね、ヘタをね、落としちゃいます。両ヘタを落としちゃいますね。で、ここの、ちょっとこの先っぽのところをちょっと皮を剥いてやります。どうしてもね、このヘタの周りの先っぽが、どうしてもちょっと硬くてね、えぐみがあるんですよ、キュウリ。だからここだけ取ってやります。で、皮をね、皮をこうピーラーで削ったりね、しなくて OK です。もうそのままの方がね、美味しいんですよ、キュウリ。皮ごと。はい、こんな感じですね。はい、で、これをね、全部やっていきますと。これね、粗塩ですね。粗塩小さじ1杯。キュウリにね、まぶしてやりますと。はい。で、これを、こう、まな板の上でポロポロやって、転がして、これ、板ずりって言います。じゃあ、あんまり強くやると皮がね、あれになっちゃうんで、こう軽くね、こう、塩をね、こう、キュウリにすり込んでください。これをすることによって、表面が滑らかになって、味が染み込みやすく、色が鮮やかになります。はい。で、ちょっとね、もうすぐ、キュウリからね、汗かいてきますよね。そうしたら、キュウリをね、洗い流してきますね。で、なんでこれね、洗い流すのかっていうと、ちょっとレシピとして出すときに、塩ついたままでやると、塩分の濃度が、浅漬けのね、塩分、微妙にブレるんですよ。はい、そうしたらね、ザルにあけて、水気をね、切っておきます。めちゃくちゃ美味しくするために、生姜一かけら、これをね、細切りにしていきます。生姜を入れるとね、爽やかなね、感じになって、このね、浅漬けのタレによく合うんです。で、今の時期だと、新生姜がね、あるんで、新生姜をね、入れても美味しいです。はい、そうしたらここに、輪切り唐辛子を一つまみ、小さじ1ぐらいですね。これを入れると、ちょっとピリッとした辛みと、あとね、保存が効きます。で、それで入れるっていう感じですね。で、苦手な人はね、少し控えていただいて、辛いのが苦手だったらね、もう入れなくてもいいです。で、あとこれはね、今回、ホワジョ、山椒です。これもね、2、3粒、ちょっと入れてください。で、これを、ホワジョをね、山椒を入れることによって、ホワジョのいい香りがつくんで、あとね、保存が効くんですよ。はい、じゃあね、合わせ液を作っていきます。砂糖大さじ1杯。はい、これはね、昆布茶ですね。はい、昆布茶、これがいい仕事します。小さじ1杯。で、塩がね、小さじ 1.5。1杯と半分。これがね、お酢です。今回は米酢です。普通のね、穀物酢で大丈夫ですよ。大さじ2杯。はい、ここでね、しっかり混ぜます。で、ここで砂糖とか塩とか昆布茶とか、粉末のものをしっかりここで溶かしてください。そしたら、今度ね、水がね、100ml。これはちょっとね、ミネラルウォーター使ってますけど、普通のね、水でも大丈夫です。はい、しっかり混ぜます。はい。で、これでね、合わせ液の完成です。キュウリの方を、ちょっと表面のね、水気を拭き取ってやって、ジップロックに入れます。はい。そうしたら、ここに、生姜と唐辛子のホワジャオ、これを入れます。で、今回はさらに美味しくするために、カツオだし、おかかですね。おかか、カツオパック、2グラム。これね、2グラムぐらいですよ。この昆布茶で昆布の旨味が出て、さらにここで、おかかから旨味を出すんですね。これがね、今回のポイントです。干しエビとか入れても美味しいですよ。ね、
いろいろアレンジができるんですけど、今回はこれで。はい、で、浅漬けの素全部入れます。はい、全部入れて、この手作りのね、この手作りの浅漬けの素がもうとにかくめちゃんこウルトラ美味しいんですよ。はい、したらこれもみもみでね、よく揉んでください。浅漬けの液が少なく感じるんだけど、これ時間経つとね、どんどんきゅうりから水分が出てくるんですよ。だからこの量でちょうどいいんですね、5本分。もう5本分この量でバッチリです。はい、もうこれだけ。これだけです。で、これをね、冷蔵庫で1日以上漬けてください。このままでね、作り置きで1週間保存可能です。で、1日以上漬けると食べれます。美味しいのはね、2、3日ぐらい漬けたぐらいが美味しいですね。3日のぐらいが美味しい。はい、ってことでね、冷蔵庫で、1日経ちました。半日じゃなくて、一晩でもなくて1日ですね。これで約30時間漬けました。いい感じにね、使ってますね。はい、で、今回はね、もうスライスしてってもいいんだけど、今回は割り箸に刺して、お祭りっぽくね、やっていこうと思います。で、100円ショップにこういう丸い割り箸があったんで、これを使いたいと思います。こんな感じ、いい感じですね。これをちょっとね、軸の太い方から真ん中、これをね、まっすぐ刺してやります。イント、はい、こんな感じです。今回ちょっとね、これ氷、ガラスのお皿に器をやって、ここに塩を一つまみ入れてやります。はい、塩を入れることによって、ちょっとこの氷がね、溶けにくくなるんですね。はい、で、あとこうやってね、盛り付けていきます。ね、屋台のきゅうりの一本漬け。はい、じゃあこんな感じですね。はい、で、今回は、こんな感じで全部ね、串に刺しました。ね、ちょっとね、こう、いっぱいこう、映ってるのを、サムネに撮りたくて。まあ、あとはね、スライスして、普通のね、浅漬けっぽい感じにしても OK です。はい、じゃあね、こんな感じですね。はい、こんな感じで、やみつききゅうりの一本漬け、都市式、完成です。はい、うまそう。めちゃくちゃもうね、テンション上がりますよ。ね、夏だねって感じですね。まだちょっと早いけど。はい、まあ、これからきゅうりがね、どん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 出てくるんで、ぜひね、これやってみてください。これをね、丸ごと、もうかぶりつきたいと思います。イエーイ。ということでね、今回は本麒麟ですね、赤いやつ、これをチャラリンコグラスに入れて、いただきたいと思います。あー、美味しい、美味しいですね。で、チャラリンコグラスに入れると、発泡酒、ビール、美味しくなります。うん、本気に美味しいね。で、このチャラリンコグラスもストアの方で販売してるんで、ぜひね、ストアの方も見てください。冷え冷えのキウイの一本漬けですね、いただいてみたいと思います。うん、めちゃんこウルトラスーパー美味しい。これもめちゃんこウルトラスーパー美味しいですよ。うん、うん、うん、冷えててうまい。このね、浅漬けの素がね、すごい美味しいですね。いいバランスで、この塩気もね、塩の塩梅がものすごくいい。で、この生姜の風味、花椒と唐辛子の風味、これは美味しいよ。うん、これはね、お父さん喜ぶ。うん、これは喜ぶよ。ビールのおつまみ最高。これ絶対作ってほしい。うん、いやー、最高に美味しいです。がね、もう最高っすね。やっちまった。皆さんもね、これやっちまってください。きゅうりの一本漬け、
このレシピでやってみてください。めっちゃ美味しいです。これを美味しそう。やってみよう。気になっていただけたらぜひ、チャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコ、お願いします。これはね、止まんないですよ。もう、チャラリンコじゃんけん。さあ、行くよ。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。ピース。はい、世界に平和を。ラブ&ピースね。うん。このね、キュウリのね、もう一本漬けは、まあ、めちゃんこウルトラスーパー美味しいんでね、ぜひ皆さんやってください。最高です。